こんにちは今回ご紹介するのはこちらの一冊です。未処のの感情に気づけば問題の8割は解決するそしてサブタイトルにできる人ほどネガティブを大切にするというこちらの一冊になります。えー、これは皆さん必読の一冊ではないでしょうか、えー。例えば自分にとってネガティブな感情辛いとか悲しいとか、まあ、嫌な感情というものがあると思うんですが、えー、人間はそういう感情を感じたくないがために そそののの感情ををを抑えるるために膨大なエネルギーを使っているといととうことがここが本を読むことでわかりますですのでその感情を抑えるためにたくさんの違うエネルギーを使ってしまっているのでもう自分が行動する力がこうエネルギーは残ってないということがこの本に書かれていましてなるほどなぁと非常に納得するところが、えー、多かったです。でその例えばじゃあその自分の,その感情の仕組みっていうものが ABC 理論っていうもので語られていまして例えば。 同じじ出来事があっったとしててもも人人によってよく感じる人も、えー、ネ,ネガティブに感じる人もいると思うんですがそこはその,その人にとっての,その思い込みって言っていいんでしょうかねによってじゃあその同じ出来事なのに感じることが違うではじゃあその思い込みの原因になったその、えー、なぜそういうふうに思ったのかというようなものをその abc 論っていう abc 理論っていうもので、えー、気づくことが自分で気づくことができるということが分かりましてでそこに気づくことによりもう気づくだけで その随分とその仕組みが見えてきますのでその囚われている感情からは、えー、解放されていくそしてそのエネルギーが使えるようになっていってより自分らしくなっていくということがわかる一冊になっていますので、えー、ぜひ皆様に読んでほしい一冊ですぜひ読んでみてください以上です